改めまして日本のランクミミューズ戸田恵梨香さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ本日はお時間の許す限り戸田さんにお話をお伺いしてまいります。さあ早速ですが戸田さん、今日のお衣装なんですけれども、ちょっと普段とはイメージがちょっと変わられて。そうですね、今のムービーと同じ衣装を着させてもらってるんですけど、はい、かなりこう近未来的なイメージで、うん、本当に力強いという、はい、のを表現されてるなと思っています、うんね、ちょっとこうクールでかっこいいと言いますか。そうです ね、 ね、素敵ですけれども、そしてちょっとヘアメイクとか両方ですね、ちょっと近未来的な感じもヘアメイクや。そうですね、だけどなんか普段もそうですし、はい、なんか仕事でオールバックで顔を前面に出すことがなかなかないので、ちょっと恥ずかしいです。あ、本当ですか。はい、でももうとってもお似合いですし。いや、ありがとうございます。もうお肌の美しさもとてもね際立っていらっしゃいますけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。さあいよいよですね、9月6日に新ジェニフィック、ジェニフィックアルティメセラムが大きく進化しまして全国発売となります。一足先に試していただいたということなんですが、はい、どうでしょう、使用感とかお使いになられての感想をもう今一度お聞かせいただけますか。まあ、改めてその浸透力の深さっていうんですかには驚きますし、はい、今までよりもよりさらっとして、うーん、肌のこうつけた時の肌状態もさらっと柔らかくふっくらしてる感じがするんですね、はい、なのでやっぱりその速効性っていうのを、うんうん、もう皆さんにも初めて使った瞬間から感じていただける、はい、うんうん、実感していただけるようになってるのかなっていうふうに思いますね。じゃあもうご自身も本当にお肌のこう変化進化を感じていただいている感じですかね、うん、そうですね、うん、やっぱりなんかやっぱ回復力というのがテーマにはなっていますけど、はい、実際にそのずっと続けていくことで自分の肌の土台を、土壌をこうしっかり作ってくれてるんだなっていう体感を、まあ使っていけば使っていくほど体感できているので、うん、なんかそこは信頼できるなと思いますね、うん、でも本当まさにもう戸田さんのお肌がそれを証明してくださってるなという感じがね、します。ありがとうございます。さあジェニフィックアルティメセラムはですね、回復科学から着想を得てついにたどり着いた次世代成分ベータグルカンが配合されております。ジェニフィックといえばですね、戸田さんもご存知の通り美肌菌ですよね、はい、はい、美肌菌が肌を外的要因から守ってくれておりましたが、新しいジェニフィックアルティメセラムはですね、美肌菌にもアプローチしながらさらにダメージを受けたお肌の回復を促進する注目の成分ベータグルカンを新たに配合しております。その数は一滴に90兆個という驚きの進化となっておりまして、先ほどムービーでも戸田さんがおっしゃっていられましたが、はい、どうでしょう、やはりお肌も戸田さんのお肌もその進化というのをもう存分に感じていただいてますかね。感じてますね。なんかその90兆個ってなんかこう一滴を垂らした時に、はい、見えてってないんだけど、見えてるんだけど見えてないというかこの一滴の中にそんな数のベータグルカンが入ってるっていうのが本当にすごいとしか言いようがないですよね、はい、これがこれからどういうふうに自分の肌が変化していくのか、うんうん、楽しみです。いやー本当に今日戸田さんお久しぶりにお会いしたんですが、もうますます輝いていらっしゃるなというふうに、ありがとうございます、思っておりましたが、ね、どうでしょう、こう一方でやはりこうお肌にお悩みを抱えている方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、どうでしょう、戸田さんはどのような方にこのジェニフィックアルティメセラムをおすすめしてみたいななんていうふうに思われますか。そうですね、なんか私自身こうジェニフィックと出会う前っていうのはこう赤ら顔だったし、なんか乾燥もしやすくって、はい、なんか水分が足りてないような感覚だったり、はい、しっかりケアしてるつもりでも、はい、なんか乾燥しちゃってるなっていうのがどことなく感じてたんですね、はい、だからこうファンデーションのりだったり、うん、やっぱ質感っていうのが少し、ザラッとしてるまではいかないんだけど、うん、
ちょっともたついてるっていう、もうすごい感覚的なこと、話ですけど、はい、なんかそういうのがあったんですね、うんうん、で多分なんか多くの人が私と同じような悩みっていうのを持ってらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、うん、やっぱりこう生活の中で一つ悩みが減るだけでも、はい、やっぱ気持ちがハッピーになったりとかもするし、うん、なんかその自分の肌の底上げをジェニフィックがしてくれるからこそ、まあ、忙しい中にもジェニフィックのこのアルティメセラムが一つあれば、はい、きっと皆さんの強い味方になってくれるんじゃないかなと思いますね、うん、すごいなんか素敵なお話をいただきました ね、 ねこう強い味方にも、ね、なってくれるということでありがとうございます、皆さん本日ありがとうございました。まあ、何度も言ってますけど、その回復力というのが今回のテーマになっております。皆さんにこう失望させない、むしろこう驚いてもいただけるようなすごい製品に仕上がっていると思うので、ご期待いただければなと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日本のランクミミューズ戸田恵梨香さんでした。どうもありがとうございました。